はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日はですね、あいにくの雨なんで、一日ゆっくりしてましたけど、まあ午前中はちょっとお仕事のお話があって、ちょっと打ち合わせして、でまあそれからクジラさんとね、新米ね、これを飯盒で炊いて食べました。ちょっと失敗っていうか、すごく美味しかったんやけど、ちょっとご飯が固めやったかなっていう感じで、やっぱりね、新米は美味しいね、香りがいいしね。でまあ私はもう今田んぼはないんですけど、地域の農業法人のこの草刈りとかね、田植えとか、たくさん今お手伝いに行って、まあクジラさんのところも田植えとかはお手伝いに行きますね。田んぼとかね、水路の管理とかの苦労ね、でその苦労の、まあ、1年間のこう集大成が稲刈りであって、その後に、美味しい新米が食べれる、今年も無事収穫できたというところね、そのこうもう肌で感じるというか。で今はね、お米とかも田んぼ、ちっちゃい田んぼをするんなら買った方が経費はかからないっていうところはあるんですけど、やはりそういうところを直で肌で感じてると、作物の収穫のありがたみっていうかね、まあその辺は本当につくづく感じますよね。皆さんそうですけど、まあ自分の作った作物がやっぱり美味しいですよね。ああ俺の作った米は美味しいよって、本当美味しいんですよね。でまあ私もクジラさんのところに田植え行って、でいろいろお手伝いして、クジラさんからお米は買うんですけど、やっぱりそう自分が田植えしたとか、そういうお米は本当美味しいですよね。本当美味しい。もう今日もね、まあちょっと固めでしたけど、まあツヤツヤのご飯で大変満足しました。でクジラさんのこんなでっかい、あれおにぎりちゅうな、あれ。これなんかなあ、すげえな、あれ爆弾でおにぎりみたいな。でも美味しかったね。ああいうおにぎりもいいね。うん、やっぱおにぎりはいいね。まあ、ところがですね、その新米が取れましたっていう動画、まあ、ヨウさんから、ね、電話かかってきて、よーい、ちょっとお前、鹿かかっちょんの、ネットにね、ネットに鹿かかっちょんの、お前、ちょっと動画撮れって言って、お電話いただきましたんで、ちょっと今から行ってこようかなと思います。で、そこも農業法人が管理しているところで、私が田植えしたんですよ。で草刈りもそこはもうしてるんで、いやちょっとね、そういうところで鹿が出ているっていうことで、うん、まあちょっと行ってこようと思います。動画的にはちょっとっていうところはあるかもしれませんけど、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。じゃあ今から行ってきましょう。はい、あ、土佐犬の子犬、かわいい、あれ土佐犬。わあ、でも子犬でも大きいな。あ、親がおる、親が。ああ、これもう全滅やな。ああ。これはひどいな。お洋さん全部鹿やろ。もう植えた時からダメだったもんな。植えた時からそうやるよ、昨日。あ、もうこれなんもねえやん。これ苦労し、草刈りしたに。草刈り金が並ぶ。本当やな。あ、これイノシシやな。あ、これからしか、あ、なんかね、ああ、ロープで、ああ、もうこれ取るもんなんもねえな、これもう米がねえよ。これ草刈りしようってしか出ちゃったもんな。そうそう、草刈りする時飛んで歩きよったよ。飛んで歩きよった。オス上に投げてんじゃん。オスだろ。あ、こ、あ、
え、で、角が短いな、うん、イグリイグリジ何イグリジが強いって。あ、これも常に巻きついておき絶対外れんわ。え、クリーナー偉いオスやけ。あ、わあ、ほら、こいつは悪い子しよったやな。ああ。こまん。鍋し帰るときな、入り口、まあ大変なことしかが、金ちゃんと二人今、群れ地から。あ、もう骨折れちゃんな。前足骨折れちゃんな。あ、いやいや、あれが引っかかってるじゃん。あ、ネットが引っかかっちゃう。うん。まあでも、こいつが全部これを荒らしたってことやな。いやもうここほんと全滅やな。ああ、これからほんとは何でもねえんだよ。これほんと何もねえな。もう稲がねえもんな。なんか普通いいもうほら植えたとこからほら目が食うじゃねえ。分別時期なんてそのまま走ってて時間かかるんだよ。ああほんとやこれ。ああなんもねえ。網は張ってあるんだけどね。やっぱどっか穴が開いちゃうよな。穴開いちゃうか、こういうのか。うん。ここにこう、水出てきちゃうんだよ。あ、できちゃうな。うん。なんも、あっこから入るんやろか。ここから入るんやろ、ね、うん。どこにおじができちゃうな。うん。穴をかけたついてるの。こうやって入ったら見えてるんだよ。これから入るやん。食害。ほんと食害やわ。はぁ、こら。はぁ、こら。焦げまでひでえとは、もうつまらんっていうのは聞いちゃったけど。もう写真を撮ったんや。うん。これなんだけど。あ、そう、ここ俺田植えしたんや、自分で。俺ここ田植えしたに。ああ、俺が田植えしたとこが。実らんかった。鹿に負けたな。鹿に負けたわ。あ、向こう側の ほげちょったわ。あれ臭いなんだけど。ああ。もう簡単にももうつまらんな。うん、もう簡単にはもう。うん。やっぱ山の中。今日さんの国が見に来たんだわ。うん。もう俺が、あ、海面に出しちゃったけど、うん、ダメだ、中止。うん。おじ再検査に来たんよ。うん。おじ見てあげたら色目変えて通じきたわ。鹿がかかってる。鹿がかかってる。暴れるわけだね。ちょうど今頃の時間だよ。うん。これほんと全滅じゃん。みんなつまらん。うん。いいとこ行ったね。うん。もうでもこれ伊予さん帰ったら返したらもうあるだけやな。うん、うん、もう誰も作りきらん。もう日当たり時あれだ、あの水んべんもいいんだけどな。ああ伊予がもうすぐそばじゃき。ああ水がここどんどん来るわな。うん、水はもう余るぐらい来るけ。うん、アウトじゃな。あげ余るのあんまり、ああ。あれだろう、動きのあんまり動画に、うん、そやな、あげ飛べ飛べの、あれかっちょ頭だけ、うん、足、あ、罠なりあれだけ、うん、そうそう、罠やるとな、うん、あれやけど、あの食害のしか反省をして網に突っ込んでしまう。すげえ、会長が。やってよ。うん、やっぱ見た人は見ぬよ、何にもねえ。なあ、もうこれ、ほんと、なんもねえもん、これ。
一歩も一歩も出てねえぞ、うん、もうその稲にかけらがねえもんな。いや稲はまあある程度あるんや、ちょっちょ立っちゃうのは稲だけど、あーちっと立っちゃうなんかバカ殿ぐらい立っちゃうなあ、みなくしもたあらねえ、どれ多いんじゃねえかってぐらい歩きよったで。いやいや多い多いなあ、うん、相当歩きよった。金ちゃんのわーちあとか今度近所の方が入り口に動かれるの。あーあー、うん、ここも多いな、うん、入り口のとこな。はい、帰ってきました。あーちゃん、ただいま。ただいま。止めてきました。補助的にはあの残念でしたね。本当に山の麓にある田んぼで結構条件悪いんですけど、こうもうほんと草刈りも結構きついんですよね。もう田植えをする前から草刈りして、あそこをもう私自分であそこを田植えしたんですよ。でまあまあ余さん言ってたように、もう田植えしてした時点から結構鹿の被害があったということで、まあ、結局はもう稲が実らずに全部全滅したっていう状況ですね。獣害防止 あのフェンスも張ってるんですけど、やっぱどこからかああいう、まあ、あの入ってるんですよね。まあ本当に非常に残念ですよね。あれはあれだけの田んぼ全滅ですからね。田植えして最終的には一番の喜びの収穫ができなかったという。私のところも再三言ってますけど、今すごくもう鹿が多いんですよね。もうほんと鹿が多いよな。鹿をやっぱり真剣にこう駆除しないと、これもうちょっとやばいねっていうふうに思います。まあこの花ちゃんも、花ちゃんも猟犬の子供なんで、近所のおばあちゃんたちがいつも撫でてくれるんやけど、いつもみんなね、おばあちゃんたち の決まり文句はもう、はなちゃんにもうイノシシとかシカ取ってくれよって、お前取ってくれよって、もうみんなそういう頼むよって、お前なんとかしてくれよって、うん、みんなそういうな。それだけね本当に深刻です。本当に深刻。これは多分田舎だけじゃなくて、これだけ繁殖してるんで、これが都市部とかにもどん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 出ていくと思います。もう増えすぎてね、こう人間の気配をあまりもう動じないっていう傾向があるんで、どんどん町の方にも出ていくと思いますよ。でも本当興味だとこはひどいなあれ。まあ陽さん言ってたように、日当たりもいいし、水の引き込みもいいしね、いい田んぼなんですけどね、ちょっと山にあるってことで、まあ、鹿の被害に遭ってますよね。まあでも作る喜びっていうのは一緒ですからね。自然とのやり取りなんで、不作もあれば豊作もあって、毎年それが勉強なんでしょうね。ということで、今日は短い動画になりますけど、田んぼを荒らす鹿、獣害ですね、これに対してありのままを動画配信しました。地域の人は本当に苦労してます。生活がかかってるんでね。今日は田んぼを荒らす鹿がネットにかかったの動画でした。あちゃん頼むよ。今日の動画はこれにて終了いたします。次の動画でお会いしましょう。はい、両拳じゃんけん。はい、じゃんけんパッパーです。